はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということでですね、本日はこちら、江古田という駅に来ておりますね。ちょっとですね、ネットでいろんなデカ盛りのお店を調べていたところ、気になる店名のね、ちょっとお店があったので、本日はちょっとね、この街に来ております。今回行くお店さんなんですけれども、本当にメニューが全て安い。かつ量が多いといろんな記事を見たところ、かなりね地元でも人気店、有名店となっているそうで、ご飯もねまた全部めちゃくちゃうまそうなんですよ。なので本日はですね、そういったいろんなメニュー、特盛りメニューをですねがっつりと大食いしていきたいと思います。めちゃくちゃ腹減ったし、工事うるさということで、本日はですね、僕の後ろに見えておりますキッチン男の晩ご飯、女の昼ご飯さんに訪れております。店頭を見るといろんなメニュー貼ってあるんですけど、どれもねスタミナ系のメニューばっかりで、これはね大食い大興奮よ。こちらの注文は券売機制みたいですので、早速店頭のこの券売機でいろんなメニュー買って美味しいご飯食べていこうと思います。ということで、ただいまですねこちら店内に入ってまして、先ほどね食券機の方で注文は完了しております。こちらのお店さんはですね、やっぱりスタミナ系のガツッとしたメニューが豊富ということで、本日はですね丼物やオムライスで定食の3品を注文させていただきましたが、その3品でね3キロぐらいいくってことなので、これデカ盛りねめちゃくちゃ楽しみです。ということで1品目到着しましたね。こちら極み丼ということで、このねお店では多分看板メニューになるのかな、一番食券機でも目立つところにありまして、外のメニュー表でも一番上でしたね。ああすいません、ありがとうございます。インサートを撮ってたらどんどん来ちゃいました。ちょっともう一品あるんですけど、置けなくなると困りますんで、早速これ食べ進めちゃいましょうか。いただきます。で早速この丼物ですね、このね商品の方が生姜、味噌、タレと3種類味が選べたんですけど、今回はタレで注文してますね。こちら、うわ温玉を、このタレ味と卵黄なんか間違いないでしょ。うわうまそううまっこの甘辛いタレとガツンとした味、たまんないわ。でこの丼に乗ってるカツもいっちゃいましょう。うん、うまっ。うまー。衣もサクサククリスピーでめちゃくちゃうまい、うん、あー最高にうまいわ。うんこれ今回ね大盛りで注文してるんですけど、足んないわ、全然足んない、一瞬でなくなっちゃいそう。まあでもちょっとね卓上が今もうパンパンすぎまして、早く食べないともう一品来るオムライスがね置くとこないんですよ。本当はねもっと味わって食べたいんですけど、ちょっと一品はがっついちゃいましょう。うん、うまっ。一瞬だわということで、ただいまですねこちらの極み丼ですね、一杯目完食させていただきました。では続いてこちら殿様ランチセットでございますね。こちらのメニューについているおかずは、先ほどのカツに生姜焼きで唐揚げにハンバーグと、相当ね米が進むおかずばっかなんで、今回ねご飯大盛りにしましたけど、多分足んないねこれありがとうございます。はい、すいません。あ、うまそう。今ちょうどよくですねこの注文してたオムライスも到着しましたので、本日の注文品は全て揃えました。これでですねやっと心置きなくの殿様ランチ食べれますね。よし、もうガッツこう。あとはそししたらこの生姜焼きかな。今回ですね、こちらの殿様ランチの方も味が3種から選べますんで、生姜を注文しました。なのでせっかくですからこの生姜焼きからですね。いや、うまっ。あー、これうまっ。マックめっちゃうまいな。ちょっと唐揚げもいっちゃおう。うまっ。なんかね、全体的にめちゃくちゃホッとする味しますね。それこそザ定食屋さんの味というか、このお店学生の頃近くにあったら絶対通うな。せっかくなんでね、ちょっとこの出来たてのオムライスもいっちゃいましょう。これ見るからに卵トロトロですよ。今回このオムライスダブルでね注文してあるんですよ。メニューにはね約1キロほどって書いてあったんだけど、ご飯の密度すごいわ。うまそう。俺めちゃくちゃうまそう。いただきます。あ、うまっ。味付けこっち系。色味的にデミかと思いましたけど、しっかりケチャップ感もあって、この酸味とかね、でこの卵の甘みというか、うまっ。ダメだわ、ご飯もぎっしり詰まってますけど、卵のトロトロさでこのソースの感じ、スルスル入っちゃう。これ1キロあるんですけど、一瞬で完食しちゃいますね。3品頼んで3キロいくかいかないかってお話だったので、1品につきねおそらく1キロ近くあると思うんですけど、全メニューが1000円いくかいかないかぐらい。いや、このご時世でこのお値段は安すぎるわ。そしたらこのハンバーグですね。うまい。あ、めちゃくちゃうまいわ。マジでこういうお店近所に欲しいな。ということで、この殿様ランチの方も綺麗に完食をさせていただきました。残すところはね、もうこちらのオムライスのみですよ。そういえばこの手元のですね、このメニュー表も見てみますと、一品物だけでも注文できたり、お酒も販売してるしで、やっぱり基本的にはスタミナ飯なんでね、味付けもしっかりとしたものも多いですし、夜になったらね、この一品と生ビールちょっと合わせたいね。多分飲みに来るのもいいんだろうな。うまっ。なんかこのオムライス黒胡椒効いてるな。今これ卵ねちょっと返してみたところ、分かりますか、このご飯にねたっぷり黒胡椒がかかってるんですよ。このソースの甘酸っぱい感じもそうですけど、この黒胡椒のピリッとした辛みでどんどんいけちゃうね。うん、あーこれはうまいわ。今回頼んだメニューすべてにこのカツついてたじゃないですか。このカツ一応ね、今回頼んだ定食系の中では全部メイン食材ではないんですけど、なんかね意外に存在感あるな。この食感とかさ、味とか他の炒めてあるお肉と違って唯一ねこういう食感なので、合間合間に箸休め的な感じでこのカツつまむとちょうどいいかもしれない。そしたらオムライスもね、こちらが最後の一口です。ということで本日もこんな感じでしっかりと全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。本日はですね、こちら、キッチン男の晩ご飯、女の昼ご飯さんでですね、デカ盛りの定食3品いただいてきました。うまい。うまいし、何より本当に安い。こんだけの量があって、しかも一品一品で、ね、注文が入った段階でキッチンの方でしっかりと火入れをしている、もうちゃんとした定食なのに、1000円前後ぐらいでね、1キロぐらいある定食をいただける。こんなにお得な定食屋さんはね、今のご時世なかなかないです。今食べてる最中もですね、 Uber Eats だったりテイクアウトのお客様だったりとかね、店内以外でもこちらの料理を楽しんでるお客様が結構いらっしゃるみたいでして、定食屋さんとしての使い方ももちろんですし、それ以外にもお弁当屋さんみたいな感覚でね、この安い値段で大きい料理を食べられるので、ぜひですね、この江古田周辺に来た方はこちらのお店で美味しい定食、デカ盛り定食をね、安い値段で食べて幸せな気持ちで帰ってみてください。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。